みなさんこんにちは、リベッカです。今回は日本の友達と一緒に中国の新しい人気インスタント商品ロースーフンを試食しました。でもロースーフンは一体何だろう。これからの動画をぜひ見てください。それがちょっとチラチラ映ってますけど、これは何です？さっきにも言っといていいんですかね。めっちゃチラチラ映ってるって感じ。これは、これは何？これは中国で、うん、去年2020年、うん、2019年、うん、中国で一番人気、うん、一番人気商品なんです。一番人数にこれコロナでみんな言えていて、うん、これを買って、うん、最初に味はすごく強いし、うん、ちょっと臭いかもしれませんけど本当に美味しいって、それなんていうんですか、なんかの粉みたいな感じですけど、ロースフという中国語、タニシ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 ってあのタニシ、あのタニシ、川にいるあのタニシの、え、タニシの粉、タニシの粉の麺ってこと？え、それこれには中身何入ってるんですか？この麺と？麺といろんな調味料入ってます。あ、麺とスープみたいな。開けてみます？はい。開けた瞬間すごい匂いします。ないです。落ちました。一気に。これは、あ、こんな感じで入ってる。中に直接ドンと入ってるわけじゃないんですね。はい、え、この具入ってるの？なんかめっちゃパンパンやね。うん。で、麺と、と、スープの素みたいな。はい。で、まだ入ってます？これなんです。ピーナッツ、ピーナッツ、うん、で、これ一番大事なスープです。辛いやつ、あ、辛いやつ、あ、ピンコーンって、ピンコーン、これ待って、あ、なに、卵？卵、普通の卵で合ってます？小さいの卵、うずらの卵的な、うずらでも、これなん、なんかピンポンなんか、ちょっと待ってよ、ピンポンが鳴ってる、ラー油、ラー油、はい、全部めっちゃついてて、ちょっとびっくり、本格的やな、うん、本格的と思って、ね、じゃあこれは何、ここでまた今から調理するの？はい、はい、そしたらですね、この先ほどの麺を実際に取ってみましょう、作ってみましょう、はい、はい、最初はまず麺から入れる、はい、蓋をします。で、その間になんか、それはその間に8分ぐらい、8分から10分だけ余します。はい、で、8分ぐらい茹でた後ですね、はい、まずはこの状態になって、もう結構白いか、白くなる、まあ、米粉の麺だからこんな感じなの、結構しっかりしてる、こんな感じ、はい、うん、はい、どう？すごい。日本のラーメンじゃない感じが、うん、すごい。その豆腐のなんかカラカラカラって入ったやつが、あ、だいぶちょっと形感じ変わってきました。はい、実際に完成しました。はい、上がりました。さ、どんなもんかちょっとみんなで実際に食べてみましょう。はい。はい、はい、では実際にいただいてみましょう。いただきます。はい、
ドキドキやね。匂いはね、あれやねんけど。同じやね。うん。味がちょっとその匂い通りなのか、気になるとこではありますが。危険かも。嘘。匂いめっちゃええのにな。そんな？あ、辛い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 。むせるぐらい。辛い辛い。いや、めっちゃ辛いです、これ。辛っ、うん、辛い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 、マジで。あ、色赤。水を。そう。でも喉痛い、喉痛い。痛い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 。どうです？辛いわ。辛これ。めっちゃ辛い。ちょっとみんな水の。これなんすか？これに、卵。卵。何の卵でしたっけ、これ。アヒル？アヒル？どうです？わからなくなっちゃう。うん、まあ卵です。卵。絶対中野さん飲んだ方がいいですよ。汁目に入った。それは。それは。絶対辛いよこれ。辛い。薄れへんこれ。喉が痛い。辛。色見ました。見せました色。色見ましたよ。これだいぶ辛いな。お箸がねちょっと割れますよ。色変わってるのすぐに。水飲みましょう。水飲みましょう本当に。そう全体には美味しいんですけどちょっと。進むの根性。ちょっと辛いから。あそれ俺がしたかった。完食。はーい。ああ。すごい。汁飲む。でも飲んだ。ね、すごい。あほんまちょっと。鼻水やばい。はい、今の完食で完食しました。はーい。いや痛い。泣く。泣く食べました。はい、ね、あのレベカさんも食べ終わりました。はい、食べました。まあこんな中でちょっとみんなあと食べれてないメンバーはちょっとゆっくり食べていきたいかと思います。じゃあ今日はあの皆さんみんなで楽しむ中国のお土産、中国の人気商品のご紹介でした。そしたら今日はレベカさんありがとうございました。ありがとうございます。みんな一緒に食べて本当にありがとうございます。また月はもっと美味しいので、はい、ちょっと質問ない後ろからもっと辛い。第2弾、第2弾、第2弾、楽しみに来てください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。